どうも、田畑ブラザーです。何よしです。弟のたくみです。お願いします。お願いします。本日はね、はい、会社にまつわるね、重要なことなんですけどね。はい。ホームページに書かれてることが、はい、50万円のスーツを買って、はい、買った人がおるねんで、はい、ほんでな、50万円のスーツがすぐ破れた、はい、ぼったくりのスーツやと、はい、書かれてるらしいんですけど、はい、これについてね、はい、まあ、僕は全く気にしなかったね。はい。うん、でもそのこんなん書かれてるとか、はい、まあ、会社が大きくなっていく上で信頼にも関わってくるし、はい、っていうので、はい、ちょっとで今日は会社のメンバーが調べてきてくれたんですよね。はい、そうですね。はい、それについてね、はい、でその事実については、はい、50万円のスーツってあるんですけども、はい、売ったことないんです。はい、はい、誰も50万円のスーツを売ったことがありません、お客さんに対して。はい、50万円ってないんで、はい、まあ、だから嘘なことを書かれてると、はい、そういうことですね。だから俺は全く気にしないけど、やっぱ初めて見る人、検索かけて見る人からしたら、はい、気になるんやろな、はい、うん、50万円するんかなって思うかもしれない。はいはい、うん、まあ、そういうことはないので、まあ、ないことに対してこちらの対応としては開示請求言うて、はい、その人を突き止めて、はい、損害賠償とかかな、はい、いただいたりとか、あ、まあ、その突き止めるという行為をはい、するにあたってどうしていったらいいかっていうのを今日は会社のメンバーが聞いてきてくれたんで、はい、それについてちょっとね、はい、我が注射を取って YouTube からも、はい、告知したいなと思います。はい、ちょっとじゃあ僕チェンジします。はい、はい、お願いします。ちょっと携帯はなんて書かれてるの。会社のメンバーに来てもらいました。ね、今回のことに関して調べてきてもらったんですけど、まあ、先ほど50万円って言ってたんやけど30万円と40万円って書いてました、今調べたらね。で、見積もりしたら80万円でした。そんなスーツ買えませんよっていう声も書いてました。宛名が多分僕だったので、その理由がね書いてます。うちのブランドでこれぐらいが相場です。客層が VIP ばかりなので一般人はうちのスーツ買えませんよって僕が答えてるみたいなんですけども、僕はね、80万円の見積もりをまず出したことはありません。やばいな、俺今初めて言ったけどすごいこと書いてるわ。これ結構やばい。見積もり額はなんと80万円超えって書いてるんだけど、まあそのブログがね盛り上がるために書いてくれてるのはいいことやし、まあ、僕らもそのレベルにいったんかなとは思いますけども、まあまあね、事実と違うこと書いてるのでそれはちょっと違うかなと思いますね。だからこういう事実と違うこと書かれてる場合どうしたらいいかっていうのを聞いてきてくれたんで、はい、ちょっとお話お願いします。まあ、まずこの動画を通じて2点お伝えしたいことがあって、はい、まず1点が、まあ、これが事実無根なんっていうこと、まあ、全く、ね、事実じゃないことを全部書かれてる内容なんで、やってないの俺、まあ、非常に心外、まあ、っていうのがまず1点と、まあ、あとはその書いた人、書いた本人に対する忠告っていうのが、この動画の趣旨になってて、はい、まあまあ、弁護士とかも話し打ち合わせして、うん、開示請求の準備も全部できてます。で相手の特定ものをもう一歩っていうところまで行ってるんで、お、まあ、結構お金、ね、かかったと思うんですけど、うん、まあ、それでもまあ会社に対しての損害がかなり大きいので、まあ、最終警告というか自分から名乗り出てきて、まあ、謝罪をして、でちょっと話し合いをするのであれば和解という形でできると思うんですけど、もう完全に、営業妨害。そやな、結構だから僕はだからほんまに書かれてたのは知ってたけど全く気にしてなかったよな、うん、まあ、そういうことあるやろと。 SNS でもやっぱり多少の誹謗中傷はあるから全く気にしてなかったんけど、やっぱこの個人の攻撃は俺はええけど、うん、会社に対してのこの攻撃はやっぱり他のみんなに迷惑かけてるから。でね、まあ、どこの会社もあることやと思うんですけど、まあ、本来あったことに対してそれを書くことは全然会社の評判として一つの意見なんで、うん、確かにね、うん、全然、まあ、それはいいと思うんですけど、うん、内容が例えば海外の法制を使ってるだとか国内法制の方が早くて、はい、海外法制の方が遅いみたいなの書いてるんですけど、全くの事実もこのうちの国内法制しか使ってません、はい、でそういう事実がね、下調べもしないまま適当に書いたりとか、もう全くのね、事実じゃないことをたくさん書き込んでらっしゃるんで、まあ、非常に心外だなっていうのと、まあ、これでお客さんのキャンセルがいっぱい出たりとかしてるからね、実際、うん、まあ、俺が思ってたけど会社の損害を受けた分を
書いた人に対して請求できるの？できます。で、でかいもの。それは結構エグい額なので、かなりエグいですね。かなり痛いかな。まあ、ふざけた野郎なんで、うん、まあ、正直成敗してもいいのかなと思うんですけど、うん、まあ、正直簡単です。もう解析まで行ってるんで、うん、まあ、相手特定してその人に、まあ、刑事訴訟を起こすっていう、まあ、それぐらいのレベルの話なんで。刑事訴訟、はい、なるほど。まあ、もう営業妨害、損害賠償っていうのを、はい、こちらから請求する権利はあるので、はい、まあ、それが通るか通らないかわからないですけど、非常に可能性は高いって弁護士の方が言われてます。はい、まあ、相手が見つかるって可能性がある段階でもう免れない。だから最終的なこちらの要望っていうのは、まあ、その出てきて謝罪をするのか、もう最終的にもう出てこないのであれば、こちらはもうそういう手を使うしかないので、ただまあ僕はまあやってもいいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、ストレス溜まってると思うんですよ、その人たちの話って。そうやな。もうね、面白くない人生歩んで、うん、なかなかね、楽しくないから、ひがみとか妬みなんて書いてる人がやっぱ大半やと思いますし、うん、まあ、ね、腹立つんですけど、うん、まあ、そういう人も結構、ね、今この世の中には多いんで、まあ、いきなりそういう人の人生を潰すっていうのも可能ですけど、まあ、一回どういう人なのか見たいなっていうすべき気持ちもあるし、まあ、最終通告なんで、もしこれでその、まあ、そちら側がこの印象を見てるかどうか分かんないんですけど、まあ、連絡がないであったりとかってなると、もう僕らもやっぱあの掲示板が嘘だってことを証明しないといけないので、まあ、それに対しての損害賠償、まあ、名誉毀損なんで、まあ、法的手段っていうのに出るっていうのだけお伝えしたい。なるほど、はい、まあ、それはね、僕だけの判断もあるんですけど、はい、まあ、僕らも掲示板を消したいとかね、そういう、いや、まあ、あんな嘘の情報ってやっぱ載ってて、こっちも気が良くないので、まあ、謝罪があってそれを消してもらってっていうのであれば、いろんな対応っていうのをね、変えていきたい、まあ、変えれると思ってるんで、うん、一応弁護士に聞いた内容で言うと、うん、まあ、名誉毀損であったりとか、まあ、営業妨害っていうので民事訴訟なり刑事訴訟っていうのをできますよっていうのがまず言ってて、はい、正直とりあえず出てこいと、うん、出てこい、うん、ほんで、はい、許すか許せないかこっちが決めるから、うん、っていう感じだね。でもしこれが出てこなかった場合は、こちらでそれなりの対応をさせていただくと、うん、男なんやったら陰でぐちぐち言ってんの出てこい、女の子かもしれない。あ、まあ、大体男でしょこんな。だから事実のことを書かれてるんやったらええねんけど、うん、事実とは違うことを書かれてるし、で、まあ、30万円のスーツって書いてましたけども、30万円みたいな高級なスーツを買ってくれたお客さんっていうのは確実に一人一人覚えてますから。で、まあ、こっちもアホじゃないんで全部データ残ってます。そんな嘘通用しません、はい、はい、だからそこはね、僕もほぼ全文目を通しましたけど、まあ、国内法制、海外法制の話もありましたけど、うん、全部嘘やったからね。そしたらうちに来てることもあるかも。納期4週間で書いとったんで、それはほんまや、それはほんま、それはほんま。だからまあ、こう嘘のことがあるもしかしたら買った人なのかもしれないし、まあ、だからみんなこの僕らがここまで結構ショッピングモールとか展開して大きくなっていく上で支障になってると調べたんですけど、こんなん書かれてますけど、大丈夫なんですかって言われたこともあるし、会社としてね、代理店とかフランチャイズとか展開してますけども、こんなん書かれてるんでやめときますって言われたこともあるので、そういったところで営業妨害っていうのが発生してます。僕たちに関わるよね、スーツ販売している方、まあ、フランチャイズなり代理店、まあ、みんなの人生がかかっていることなんで、はい、まあ、それをね、一言適当に書いて妨害するっていうのなので、非常に今悪質というか、はい、やったらいけないことだと思うんで、成敗しましょう、あなたブラザーズね。もう出てこなかったら成敗するんで。それおもろそうやな、うん、それ成敗するときは対面できんの？成敗するときは、まあ、向こうがその裁判に出てくるか出てこないか、あ、出てこなかったらこっちの勝ち確定なんで。なるほど、なるほど。まあ、出られへんやろ、そんな書いてるやつは。出られへんかったら出られへんかったで、まあ、その損害を賠償するしかないんで。OK、まあ、いいね。で、出てこなかったら徹底的にあったりと思ってて、うん、まあ、だから僕らの、Google で調べてもらったらそれが出てきますわ、うん、それは僕から代弁させていただくと全て嘘です、うん、それを証明するために、今回のような開示請求をさせていただくと、はい、
いうことですので、書いた人は出てきて謝罪して記事を消す、それが一番の救いの道、うん、それができなければ本格的に刑事訴訟を起こしますので、うん、そこで、僕たちが妨害を受けた分の請求をさせていただくという流れですね、はい、完璧やな。完璧ですね。本来うちのスーツっていうのは4万5万から作れる商品なんで、お客さんがその価格で買いたいと思えば別に僕らは無理に30万にしたりとかそんなのないのでそうやな、はい、俺が言ったことあるのはプロ野球選手はこの記事をこの値段で買いましたよと伝えるのがある。それは事実なんで、こっちが伝えてる。それはだから事実のことを言ってるだけやから、うん、でまあ全員が全員プロ野球選手みたいにやっぱお金稼ぎされてるわけでもないし、まあ、その人に合ったスーツを提案するっていうのが僕らの仕事なんで、まあ、だから書いた人は何かしらの罰がね下されるということなんで、まあ、やったことにね大人は責任を取らないといけないんで、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。